GB のラジオ、略して GB よ。始まりました。 GB のラジオ、略して GB よ。今週も30分間 GB にお付き合いください。よろしくお願いします。今日は10月の19日の水曜日でございます。もう10月も折り返し地点、もう折り返し地点折り返したぐらいかな。早いね。10月ももう終わりですよ。本当にびっくりしちゃうわ。来週の火曜日、僕の誕生日、僕が一番好きなさ月なんですよ、10月。それがこんなに早く終わってしまうのか。早いな、やだな。もうこの前のさ、ジビオのテーマのさ、もしも能力が、超能力が使えたらどんな能力がいいっていうテーマだったんだけど、その中にあったね、時間を4分の1にするとか半分にするみたいな。違う、半分にしたら早くなっちゃう。時間の進み方を今よりも長くする、ゆっくりにするみたいなね。合ってた？ゆっくりにするみたいなメッセージがあったんだけど、それがいいなって思うよな。早いよな。もう毎週行ってる気もするけど、どうですか皆さん、10月エンジョイできてますか？嫌なこと、まあ辛いこと、苦しいことは、まあ日常的にね、ちょいちょいあるとは思いますけど、総合的にトータル面でどう？エンジョイできてる？僕はね、エンジョイできてるかな。結構忙しくバタバタねしてるかな。自分の曲を書いたりもそうですけどね、自分以外のアーティストにこう提供したりとかもしたりとか、充実してるね。ライブがね、ちょっとこうニコアンドさんのユニークパーク以降ちょっと空いちゃってるじゃない。だからね、ちょっとライブしたい欲は高まってるんですけれども、来週の土曜日はタワパ、29日はタワパなんでね、まあそこまでに元気と情熱を蓄えて29日に爆発させようかなと、噛んだ今、爆発させようかなと思っておりまする。なのでもしね、お時間がありましたら、10月の29日は千葉のポートタワーというねタワーがあるんですよ。そこの展望フロアで GB 歌わせていただきます。タワパ、いつも DJ で支えてくれてるフーミンさんがね、主催にも関わっているイベントなので、 GB 楽しみお待ちしておりますよ。あんまり自分の誕生日を自分で告知するの好きくないんですけど、10月25日の火曜日、普段はねインスタライブとかしない日なんですけど、ちょっぴりインスタライブをしようかなと。誕生日、少しでも、ちびっ子の皆さんと過ごしたいなと思うので、インスタライブをやろうかなと思っています。やる時間とか、まあ、いつもと同じな気もするけど、時間とかね決まったらまた告知するんで、火曜日ですけどお邪魔しに来てくださいな、覗きに来てください、よろしくお願いします。さて、今週のジビオのトークテーマは、一日変われるなら誰と変わりたいでございます。またね、みんなからたくさん興味深いメッセージが来ているので紹介していきたいと思いますが、その前に僕が興味ないかもしれないけど、僕が誰と一日変わりたいかを紹介したいです。またその前に一曲聴いてくださいな。 GB でストレス。